はい。続きます。これは秋の田、あの、まあ、田舎の風景ですね。川あり、道あり、えー、田んぼは、稲が黄色くなっていて、山々の木々はあ、紅葉している。川も流れている。富士山が見える。えー、これはあ、富士の見える、まあ、山だと。 とかいう風な意味ですね。こちらが、これもお、銀座の松屋でもう売れちゃったと思います。東京銀座松屋。なかなか九州の人がこうて、まあ、その人が東京から九州へ帰るにあたって、私の絵を買うてくれましたですね。 もう私の手元にはないはずです。まあ、こういう風うにして、私は音楽を聴き、酒を飲み、少し酔っ払って芸術を作ります。これ、私の木質と言われられて、これで絵を描いたり、 書を書いたりします。これもそう、もう一つですね。これもこれ。まあそういえば、ここに、えー、たくさん、絵の筆や書の筆が並んでいます。こういう風なやつで、えー、まあ、絵を制作したり、書を制作したりしています。えー、私は、 神戸の灘高等学校を出て、京大の法学部を出て、住友科学に勤めて、それから60歳代前半で、心筋梗塞をやり、心臓バイパス手術をやり、えー、もう実業の世界から去りました。えー 重度の追間板ヘルニアもやりうん、睡眠時無呼吸もやり、60代はいろんな病気をしました。70代になってほとんど病気しなかったが、最近に至って肺がんをやり、 一昨年12月26日に肺がん手術をやっています。だけど私は本来武道をもう75年やっているぐらいなんで、大変元気です。それで二月の、12月の26日に入院して、もうお正月の1日、5日ぐらいで退院して、 それから5日ぐらいでもう道場練習していました。同時にダンスも練習していました。そういうことで、えー、大変、まあ、障害者ですが、肺がん患者ですが、元気にやっています。えー、武道といえば、芸術とは関係ないが、 私は75年、私独自の武道を研究して、維新陽気武道というて、新しい武道を作り出しています。これは、石の養蔵の維新陽気武道で、ぜひ見てくださいね。そして、芸術関係は66歳から、あこれから先どないするかと考えた時に、芸術を目指しました。 それから絵画を始め、絵から始めて書に至り、さらに、えぇ、織物とか天国を始め、えまあいろ今は非常に、非常に広い範囲で芸術活動をやっています。それらは、私のホームページを見ていただいたら、 よくわかります。今、ホームページは2つあって、えー、新しい方、なち、一昨年の12月下旬、私が肺がん手術をすることに、頃に作った2つ目のホームページを、これを拡大中です。大体、私の、まあ、映画2000点。 私の賞が1000点。それから以前からある私の絵や賞が、まあ、何百点かあって、合計300、3000何百という私の作品のホームページになります。うんそれから、家内の、家内も芸術家です。 大体、画家であり、工芸家です。私はあ、あまり工芸はやっていませんが、家内は、あもう20代から。な家内は、神戸の神戸高校を出て、昔の京都私立、今の京都私立、芸術大学。 知りすぎ、えー、というのを出ています。もともと、デザイン家ですが、デザイン、えー、卒業してからずっと芸術を勉強し、展覧会がもう、おそらく100回とは言わんが、6、70回やっているんじゃないんでしょうかな。私は芸術を始めてから、家内と二人で、 東京銀座の松屋とか、大阪の安倍のハルカス、金鉄百貨店ですね、やったり、神戸大丸でやったり。で、私は不参加ですが、家内だけは高知大丸でやったり。うん、家内は、それから二人で、えー、福井県立美術館とか、何かあの、うん おぉ、八ヶ岳美術館とか、あちらこちらで二人でやりました。そういうことはホームページに書いていますので、ぜひとも見てくださいね。そして、えー、武道を、は、私は、86歳だが武道を若者と一緒にやっています。若者に負けんぐらい、今でも、ぶん投げたり、 ぶん殴ったりしています。<laughs> と言うたらちょっとオーバーですが、相手を怪我させたらいかんので、必ず止めています。途中で止めています。その馬力で、えー、芸術もバンバンやっている。そういうことで、えー、次回より、私の芸術の周辺から説明して、 いろいろ、こういうふうなことをやっている。ということを皆さんに見ていただこうと思います。今、まだ外は暗く、火は開けていません。ま、まだ寝巻きのままで、えー、皆さんにご説明しています。そういうことで、 これより、私のアトリエの紹介とか、私の芸術家としての大体アウトラインをいろいろ説明いたしました。これより、皆さんに私の芸術を楽しんでいただきたいと思います。それでは、これをもって今回は終わります。